ヶ原を釣りした後にめちゃくちゃ美味しいかき氷が食べれます。それがこの雪見堂。お昼休み1時とか2時3時ぐらいの一番暑くて辛い時にこういうとこで癒されればいいかなと思います。いいね、早速行ってみようぜ、はい、行きましょう。オッケー。こちらがメニュープレート。シロップの種類が違うんですよ。あ、普通の果汁シロップと手作りシロップ。あ、で今回我々はこちらをね、はい、頼みました。はい、まあ、誰が何を食べるのか乞うご期待ということ。そうですね。で早速こちらのお席に。お、まだこのデカい。トイレどこ？トイレ。トイレってどこ？ともち何個食べれますかね。とりあえずここに来るまでに1000ぐらいが使うんで。1000キロカロリー。1000キロカロリーまだ許されるはず。隅ヶ原で釣りした後にかき氷ってよくないですか？いやめちゃいい。デザートっていうジャンルなかったですよ。なかったなかった。はい。やばいな。いやー、これ何？これはフルーツプレートです。これ一番やべえやつ。一番やべえやつ。超うまそう。うまいでしょもう。ね、溶けちゃうんで。うまいもん。お酒いっていいですか？いいよいいよ。スプーンもある。かわいい。スプーン。スプーン。まあ見せて見せて。かわいい。かわいい。声がかわいい。なに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 。声がかわいいくね。いただきます。おい、主婦の勝利。いただきまーす。うわ、めっちゃ新感覚。うまそう。うまいんですよ。もしかしたら、はい、このかき氷ふわふわ系のやつ。もちろんふわふわ系で、なんだけどこのホイップすげえ相性いいんですよ。おいしいの？めっちゃ新感覚、めっちゃうまい。ふわふわのかき氷そもそも食べたことないけどさ。じゃあいや、まあ、いいの？うめえ。これ何これ。わかるこの気持ち。 YouTube 見てる人食べきて、マジで超絶うまいんですよ。ふわっふわだね。リアルにとろけるやつだね。気になってるでしょ。気になる。気になるでしょ。気になるでしょ。あ、行く。これがリアルガチよ。これリアルガチ。食べたら笑っちゃうやつ、やばいやつ。柔らかい。優しいよ。はい、ウッディ顔芸を覚える。キャッチコピーなんですよ。でもうまい。美味しいよね。ふわふわだよ、リアルに。ふわふわ超絶うまい。フルーツ盛り合わせですからね。うまい。これはやばい。第2弾、はい、これ誰？はい、お、どもっどもっ。かわいい。これもかわいい。これやばいっしょ。インスタ映えだね。バナナと生クリーム。生クリームとでチョコレートのふわふわ。最高っすね。これパーフェクト。すみません、いただきます。はい、いただきます。たまんねっす。たまんね。見て見て、幸せそうな顔したよ今。最近で一番たまんねっすね。たまんね。金発見したんですけど、はい、中バナナ入ってません？これバナナってできたんですよ。ちなみにこれ冷たいじゃないですか、はい、冷たいとカロリーないんですよ。カロリーがない。カロリーはない。まあ肉とかも焼くとカロリーゼロなんです。じゃあこれは？これもカロリーはバナナだけ。バナナだけ。でもバナナも溶けちゃうんで。溶けちゃうんで0キロか。いくら食べても OK。 OK です。何十個でも食っていい。でも皆さんいっぱい食べましょう。これをいっぱい食べても太らない。太らない。違いない。間違いない。そう信じるしかない。第3弾。これもうまそう。すげえこれ。あっちゃこっち。うわ待って、これすごくね。こしあんがこうやってくるの初めて見た。かかってない。かかってない。お好きにどうぞスタイル。そう、お好きにどうぞスタイルだから。こういってこういこうか。うわ、いただきます。うめえ。マジで初めて食べたこういうかき氷でしょ。うん、うまっ。それは取材交渉しちゃうでしょ。もうこれだけでもうまいよ。こしあんだけでうまいっす。うまい。うわ、美味しいよこれ。抹茶にこうやってこうやって食べちゃう。超最高じゃん。こういや、めちゃくちゃ最高っすよ。霞ヶ浦から近いんですよ。こうヘビロテだなこれ。
第4弾、ミックスベリーミックスベリーってもう1チョコも入ってるんですか。なんかこれ、あれみたいじゃない、チャーリーとチョコレート工場みたいな。怖い怖い、流行らすな流行るんじゃね。使ったもん勝ちです。使ったもん勝ち、言ったもん勝ち。下の蓋いただきます。はい、うん、うまい、うまいっすか。便利なんだよ。あ、さっぱり、さっぱり系。うん、俺好きかも。好き、うん。うわぁ、ミッティさんに一番似合わないのが来たね。かわいい。それもしかして練乳入ってるんですか。わかんねえ。俺その生クリームが食べたいわ。ホイップがすごくない。うわ、贅沢ホイップ。うわ、うまっ。なんか優しいっすよね。優しい、すごいふわふわしてる。次これ食べようね。次どれですか。次来たらこれ食べます。これ美味しい、すごく。俺次これ。綺麗なお姉さんからのスペシャルメニュー。え、これ何でしたっけ。これ何でしたっけ。マンゴーシロップで周りメロンになってますね。マンゴーシロップの周りメロン、はい、やばやばいな、気がするこれ。メロンとりあえず1回転しとこう。これもう目玉焼きですよ。やばい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 、すごい目玉焼きですよ。メロンにぶっかけてやればいい。ああ、なるほどね。こうメロンで取って。ああ、やばい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 、これやばいやばいやばい。そう、犯罪だよ。捕まる捕まる。うん、美味しい美味しいっすね。うん、異様にふわふわしますよね。でもこのホイップは確かにゼロキロカロリーって言われても信じるわ。じゃ あるんですけど、ないんですよ。目に見えてるのも存在してない。存在してない、口の中に入れるといなくなっちゃう。その表現やばいです。氷屋さんとかの氷作ってる氷のお話がすごい良かった。マジで、うん、そこ取るべきでしょ。そこ取るべきでしょ。じゃあ俺説明するわ。じゃあちょっと、じゃあちょっと説明してみてよ。今話してもらったこと。やっぱりマンゴーうめえ。この日光の天然氷の蔵元のこの松月さんっていうところって、明治からやってる老舗中の老舗で、うん、他のかき氷屋さんにも、うん、なかなか氷を下ろすことができない。だけど100人が行ってお願いしますって言って、うん、99人が断られるようになれてるらしい。でもオーナーさんが好きでお手伝いをしているうちに、うん、その氷を作ってる本人からやってみないかっていうことが聞かれて、儲かりそうだからやろうって言ってできる話ではない。ここのオーナーさんがこの氷が好きで食べた時に美味しいっていうそのところからお手伝いをしたりとかで下ろしてもらえるようになる。それがここ茨城県にある。オーナーさん、この話合ってますか。合ってます。あ、おう、すごいね、ここちゃんと覚えたんだ。はい。でも真面目に話聞いてましたわ。やっぱさ、コウ君ってさ、真面目だよ。まあまあ真面目だよ。ちょいちょいね。うん、ちなみに、メロンも茨城県産なんですか。メロンはホコタの。あ、ホコタの。出たー、出たー、ユーコリンとマナミンの。ホコタのユーカメロンっていうメロン。ユーカメロン。ユーコリン、マナミン、今メロン食べてるよ、ホコタの。メロン食べてるよ。すげーか、すげーね。中にね、気泡が入ってるのが天然氷の特徴なんだけど、はい、これは本当に少ない方ですごいよくできた。すげえ綺麗。これがその松月さんの。これが松月さんの氷です。うわー、やばい、なんか、なんかやばい、すごいね。これだけで食ってもやっぱ味って違うもん。いいな、いいんですか。いいんです か, ですか。普通の氷と変わんないけど、そのまま食べたらただめっちゃ硬い。え、ガッチガチ。あっ、あっ超硬い音するじゃん。硬い、硬いね。硬いから薄く削れるから。うーん、へえ。じゃあこの硬さが重要なんですね。音が超硬いもん。ガリーって言って鼻私顔出し初だから。顔出し初でここまでやらされる。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またすぐ来ます。はい。雪見堂さん。土日祝日で13時から17時まで。地元のね、フルーツがもうありますので。ホコタのメロンね。ホコタのメロンと、うん。また食べに行きましょう。食べ行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。またお待ちしております。じゃあ釣りに行きましょう。行きましょうか。行きましょう。美味しいよ。